信長と光秀。両者の戦いは信長の勝利に終わった。姉川を出した光秀はわずかな手勢とともに岐阜城にこもった。蘭丸は単身光秀のもとへと向かった。未練ですね。私は何を確かめにここに。最終話、岐阜城潜入。蘭丸両蘭。天下が信長様のもとに収まる前に、なぜ敵として向かい合わなければならない。定め、受け入れよ。抗ってみせよ。敵将討ち取りました。影不滅。
地獄で会おうぞ。
ると怖い人に食べられちゃうよ。はい、やっ、それって私のことなんだけどね。敵将討ち取りました。実家に帰らせていただきます。男に手加減はしないぜ。ここにいりゃ信長に会えると思ってたんだけどね。まあいいさ、あんたも俺と同じだろ。向かってきたね。諦めが悪くなっちまったかな。
勝負にしようぜ。勝ちが見えてる戦じゃ心が震えないね。簡単に天下を取らせるのは面白くないんでね。Woo!
俺にしては立派に死ねたもんだ。人は誰とも同じ生き方はできないだろう。わかりませんか、蘭丸。信長様は人を信じていません。故に、その世界には他人の存在する場所はないのです。私や、あなたでさえ。私は、あの方を信じます。光秀様を信じてきたように。道は、別れたのですね。こうして刃を合わせねば答えは出ないのですね。信じる心はまことに通ずか。蘭丸、あなたはそれゆえ強い。なぜです？なぜ謀反を？他にも道は？もはや答える必要もないでしょう。それと欲しかった。あなたに信じてもらえるものは幸せです。私は
今でも光秀様を。戦なき世で会えれば。ええ、光秀様、次に会うのは戦なき世です。きっとあの方が。